フレデリック・デ・ムーシェロンはオランダの風景画家である。現在のドイツ、ニーダーザクセン州のエムデンで生まれた。父親のバルタザール・デ・ムーシェロンは裕福なユグノーのワイン商人の家族出身の画家であった。フレデリック・デ・ムーシェロンはオランダにおける風景画のパイオニア、ヤン・アセリンから絵を学んだ。22歳になった時、当時のオランダの画家の多くがしたように、 イタリアへの修行の旅に出発するが、途中のパリが気に入り、3年間パリに滞在し、アルプス越えをすることなく、リヨン、オランダを旅して帰国した。シノア・セリンの作品を研究し、南フランスの風景に触れたことで、イタリアの風景を描くことができた。オランダでは、アントウェルペンに住んだ後、1659年に、レンブラントの弟子だった画家。 アイザックでジャウダービルの維持と結婚し、その後はアムステルダムで活動した。風景画を得意とし、フランス、イタリア、オランダの風景を描いた。風景の中の人物は、アドリアン・ファンデ、ベルデやディルク・ヘルム・ブレーケルといった画家が描いた。息子のイサークでムーシェロンも、画家、版画家になった。ありがとうございます。